はい、ということで、はい、来ました。わあ、このなんかさ、あの奥のあれすごいね、なんかあれね、あれいいですね、あれはなんか休憩場所ですよ。今日来たのはこちらです。待って、話し方教えてくれるよこれちょっと待って、雷ミュージックスクールございます。話し方教えてもらえるのよくない？話し方ね、うん、ちゃんとした敬語喋れない。いやもうね、ギリギリの日本人ですかといって英語も喋れるわけではない。すごいね、中華街にあるってすごくない？いや、こんなん家賃いくらすんだよ見てよ、このもう中華街テイストのさ、ね、かっこいいね。雷、そしてフォトジェニック。すごい、フォトジェニックでもさ、うん、こんだけ外に置いてあるとこんな色が焼けてかっこいいですね。本物っぽくなってくる。ランディーローズ感出てきてますね。こっちは白くなっていくんだねシワは白くないけどボディはいい感じに黄色くなる。信じられないですけど、いや、これかっこいいですね。はい、これ T シャツどうなの？ T シャツ、雷って書いてあるんじゃないですか。横浜ミュージックスタイル、え、ある？そうなんですよね、横浜ミュージックスタイルの主催が雷さんですよね、はい。今日も打ち合わせというか、まあ、いろいろ来たんですけど、まず店内を見せていただこうかなということで。これなんか叩いたな、そこで。これいいよね。あ、安いじゃん。あれでしょ、なんかの太鼓式マッサージ屋さんでよく流れてる。そうそうそう。おー、あ、安らぐね。これ誰か叩いてくれる人を雇いたいよねこれでもなんか、え、これ安い、アルファ派的なの出てるの。いや、出てるよ、これ完全に。買おうかな、これ。なんすか、新品のパスファインダー結構いい値段だ。いやー、もう物価は上がってますからね今ね。オリジナルのギターがたくさんあります。あ、ここを一回出っ張らせる。どうですか、ここをさ、ヘッドのデザイン考えてるじゃん、はい。あ、これでも2段にもなってるね。あ、この形、これだから伊勢海老みたいじゃない？伊勢海老あ、でもボディもでもやっぱりこう角張ってんだね。なんか筋肉マンにいるよね、こういうロビンマスクなんとなく、ね、あ、これトラディショナルスタイル。あ、なるほど、ね、これスティンガーじゃん。スインガーだ、スインガーです。もう、何これ、すごっ。絶対立体主義。そのままおかしい。え、なんこれ、これすごいね、ボリュームノブすごい。触らない方がいいか。そう、触らないでください。松岡道彦さんっていう、はい、その芸術作家みたいな方が。ああ、なるほど。その方にお願いして作ったもので、一応バリトンギターなんです。あ、はい、へえ。ね、まあスチームパンクとかそういう系の作家さんなので。確かに。え、これもめちゃくちゃ面白いよこれ。それ実はダミーなんです。あ、ダミー。はい、裏に、あ、裏の裏だ。裏にバンドの曲。本当だ。あ、裏はファイヤーマウス的な。GL。これも安いね。レガシー優勢が10万円ってやつよ。いや、この辺すごいいいですね。安いギター選手権が。バーニーとかも安い。え、なんすか？バラエクトの12弦欲しい。どうですか？あ、こちら。うん、ああ。いいですね。ちょっとステアウェイトゥヘブンになっちゃいそう。あ、これかっこいいね。こっちじゃない、君。いや、これかっこいいな、今日の服装的には。確かに、え、これかっこいいよ。いやー、フロイドローズも今話題になってますからね。買って話題になってるのか分かんないよ。いいな、これこれかっこいいね。かっこいい、うん、スーツにも合う。確かに。これかっこいいな、マジで黒あんま見ないかも。いや、ウルフギャングでかっこいいと思ったのは結構初めてかも。黒珍しいですね。ね、これいいですよ。1998年製。こんなんあったね。あるんですね。へぇ、これいいね。お、すごい、スーちゃんゾーンじゃん。お、グレコ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 、だいぶグレてますよ、これあ、テスコ。テスコ、テスコ、テスコ。当時のやつ、これ。あ、向かって、あ、最近のだ。昨日99年。最近じゃないのか。あ、12分がある。また？またっすか。ジミヘンがいて。あ、ギルドはいいですね。76年生。もう
降りますか。あ、そうです。おお、なんかチューニングが狂ってていい感じになってる。おお、すごい適当に、なんか変な音符チューニングめっちゃいい感じになってる。ってことはあれかね、だから70年代ぐらいのギターっていうことはさ、うん、あのエピフォンの残ってた人たちが作ったってことかね、これ。あ、そうなの。これね、すごいマニアックなすると、うん、なんかね、あのギルドってあの後にフェンダーの傘下になるんですよ。え、そんな時間で違ったの。結構最近の話だけど、でまた外れたんだけど、フェンダーがアコースティックやるようになって、うん、でその前ってこのガードが、うん、この内側までこう行ってるのがかっこよかったんだけど、フェンダー機はね広がっちゃうんですよ。へー、枕山で それがかっこ悪い。全然わからんわ、その違いが。あ、遠くありますよ先生。え、あ、本当だ、ハートパンチャー。ハートパンチャー、そんな高くない感じだな。40 お、出たリッケ、アームストラーソクか。本当だね。あ、でもこっちのリッケンはですね、うん、これあのウィングスの頃のポール・マッカートニーやりますね。いやー、ちゃんとリフティーになってる。すごい、ちゃんとヘッドも逆になってる。あー、そういうとこまでね。これポールのために作られたんじゃない。あー、ウィングスの時使ってるよこれ。なるほどね。メタルドライバー東海、これ買って帰るべきじゃないですか。これ買うかもしれないね。あ、これ安いじゃん。これなんかどっかのハードウェアになった気がするな。かっこいいな。なんかフェルナレスのカタログ載せてたよね。DOD でしょ。お、ブードゥーバイブ、いいですね。本当、うん、これ東海のメタルドライバーという気になるやつが80年代ぐらいのやつってことでね、多分。そうだね。なんかさ、バイオがすごいなんかいっぱいあるんだよね。じゃあこれオンにしてみよう。はい。おお、音が奥に引っ込みましたね。当時のね。おあの普通これ言ってね、使ったらイラッとするはずなんだけど、めっちゃ喜んじゃうからね。あ、懐かしいみたいな。知ってる知ってる知ってる、こうなんだけみたいな。意外と太めのメタルなんだねこれね。ここで変えればいいのかな。やっぱゼッペンが意外とそっちだね。歪みもそんな歪まないね。16000円です、はい、なんか工芸品みたいな、ね、面白いね。ルックスですね、素晴らしい。軽いですよね。確かに、やっぱ
厚みはレスポールと同じ厚みで作ってるはずなんですよ。へえ、あ、そうなんだ。その大カットの仕方っていうかカットの仕方が多分直線的なのでかなり軽くなってるんじゃないかな。なるほど。ここになんかすごいね。まあ、世界的に有名なピンストライパーって車のポッピンストライパーとかに一筆書きで全部書いていく。一筆書き、ええ、と書いていくんですけど、かっこいい。であの雷のギター割とこういうロゴもその一本一本全部ちょっとずつ違うようにと、ね、手書きで書いたりとか。こっちはこれは畑本博さんっていう、まあ、あのしぐれちゃんもですね。で当時限定50本でしたんですけど、もう今はない、うん、ええ、あ、これか。うわ、このもう階段がさ、もう楽器屋さんとは思えない、まあ、ディズニーランドみたいになってるよ。え、なにここ、すごっ。え、なにこれ。ここは普段ね、岡がレッスンルームになってる。あ、そうなんだ、ええ、あの話し方とかも教えてくれるとこれがあれか、そのピンストライプ、ピンストライパーって言うんだね。なんそうなんだ、ね、だからあのこの辺にかかってる作品とかすごい、ね、本当だ。またこの街並みになんか合ってる感じが、ね、え、かっこいいね、その馬のやつ。え、馬、あ、馬がかっこいい、ね、真ん中にディランっていう、ね、上手ですね、おかしい。この辺の古いヴィンテージの層とかにも書いてある。すごっ。エルプっていうレコードプレイヤーなんですけど、そのレコードを普通針で読むじゃないですか。あ、違う、これ違う、これレーザーで読むんですよ。へぇ、レコードの溝ってこう V の字型になってて、でそれぞれこっちとこっちで L と R になってみたいなんですよ。それを針落とすことによって LR 読むんですけど、この V の一番先っちょの溝の部分って読めてないんですよ。あ、そこに音があるってこと、ええ、でそれをレーザーでちゃんと読み込むので、気になる。でこれ2ヶ月に一遍うちの FAD ってライブハウスでそのレコードの試聴会っていうのをやってて、テーマ決めて毎回それをライブハウスの音響でレコード流しましょうっていうのをやってて、こちらはアコースティック、ね、アコースティック燃えますね、わー、すごーい、いいやない、あ、すごーい。あら、あ、でもそんなことないな。あ、これ74年でこのくらいの値段なんで、マーチンってまずそんなに上がってないよね、やっぱ。いい意味で。これはガチモンですかね。LG1 とか。そうですね。それ最近、あれですよね、そのシリーズでちょっと復刻されたりしますよね。もともとは、一番最初、確かジョン・レノンが最初に使ったギターがこれだみたいなこと言われてて、ビートルズのマニアの間でささやかれてて、でなんかジョージ・ハリスンが、なんか、あの、確かにこれジョンが使ってたよって言ったんですけど、はい、紙にも書いたんですけど、実際はジョージの勘違いで、そのビートルズクオリーメンにいた別のギタリストが使ってたギターなんですよ。で、あの原稿がやっぱり異様に高いんですけど、なんか高さがおかしいっすよね。で実際でもあの楽器としてメンテナンス出したら、もともとこの原稿だったと。なるほどね。レーダーレーデンデンですよ。あー、レーダーですね。レレレレレめっちゃ変じゃん、これ。おー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 ですよ。ここコントロール、この位置のこの距離感、しかもこのデザイン面白い。このさ、横から見た時のこのあそこのボディトップからネックのフレットのところまでの距離感おかしいよね、これ。まだ買える値段なんだもんね、なんかね、うん、そう、これがだから、実際にジョンが使ってたモデルとかジョージが使ってたモデルってなると桁が1個変わります。ああ、そうですね。え、何これ、どうなってんのこれ。キックガードがもう縮んじゃって、そう、縮んじゃって、かわいいね、すごいね。でそのエリアキレっていう人のシグネチャーらしいんですけど、その10弦のラップスティールを使う人って多分後にも先にもその人ぐらいしかいないらしくて。なるほど。ええ、なんか顔みたいになってるね。いや、なんかあのここは口かなみたいな。ああ、なるほどね。うわー、これピックアップスイジャ君が買ってあれじゃない、またあのシリーズを。すごい、結構がっつり。あ、サイケデリズムなんだけど、
かすごいっすね。あデストライプ、うん、あこっちも入ってる。こっちはうちのギターで、あんまりこう主張がないようにこう白地に白を書いたり。今日はですね、雷ギターズの橋本社長にゲストでお越しいただきました、はい、ありがとうございます。お越しいただきましてね、僕らがしました、はい、お伺いしました、ね、はい、いらっしゃいます、はい、なんで今日これにしてるかというとですね、はい、こちらですね、これね、出展させてもらいます、ね、横浜ミュージックスタイルボリューム4ですね、はい、昨年3の時に、はい、あの僕たちの斬新レコードさんたちと一緒に、そうですね、出させていただいた、はいはいはい、やつなんですけども、今年はまあ単独で出させていただくということ で、はい、で今日はですね、橋本社長にちょっといろんなことを聞きたいなという、はい、あ意気込みを僕としてはあのずっと音楽で飯を食わしてきてもらったんで、うん、そのまあ微力ながら日本のそういう音楽シーンっていうか、そういうやつに一番底辺で協力できればなって、それは結構純粋な気持ちで、はい、あの、はい、始めた部分はあるっていうのは正直な気持ちなんですけどね。だけど確かにその雷ギターが儲かんないと思ってることそれもそこら辺ですねだけど音楽業界全体がっていうことはやっぱり一番、それが元々はミュージシャンかなんかやられてる、いや、まあアマチュア的なことはやってたんですけど、はい、そのだからライブハウスから始めたっていうか、あ、そうか、そっちが元なんですね、元で、はいはい、ライブハウスは何年ぐらいやられてるんですか。28年。あ、そんなやられてるんですか。フェディだって有名だもんね、はい、へえ、もう立ち上げっていうか、じゃあはいはいからやられてるんで、はい、それですぐそこでリザードっていうやつもやったんですけど、あ、リザードもそうだったんですか。はいはい、そこもそれで木更津の方でグラフっていうやつをやったんですけど、はいはい、そういうのはいいんじゃない、そのライブとかね、はいはい、いろんな、そうですね、層が広いっていうか、はいはい、うん、だからなんかアーティスト目当てで来てもらってもよくて、アーティスト目当てで来て、まあ、はいはい、その何年か何人かの中で気になってギターを始める人が出てきたら OK ってことですよね、はい、そうですよね。今年は2024年6月29と30の土日でやるんですけど、うん、もう真夏じゃないですか、これ梅雨時期じゃないですか、うん、暑かったっすね3月の29、30に、もう日にち取ってあるんで、あ、そうか、9ヶ月、はい、9ヶ月で、すごい、はい、それでもうそれは本当はだって当日に皆さんに言おうかなと思ったんですけど、はい、もうあの動画出ちゃいますね、はい、動画出ちゃいますその僕考えてるのは ZEP 横浜、はい、で、バンドができないんですよ、ここ、はいはいはい、揺れちゃうから、下が地面が、はい、その海の上に浮いてる、それで揺れて あれを逃がすっていうような、はいはい、あれなんで、ZEP 横浜で横浜ミュージックスタイルの、はい、もうどういうバンドのあれもやりたいなって思ってて、今年もやるつもりだったんですけど、はい、ちょっとそれは頓挫しちゃったんですけど、この3月の時にやれるか、その次の3月になるのかはちょっと分かんないんですけど、僕も10回まではやりたいなと思ってるんですよ、始めたからには、は始めたからには10回まではやりたいなと思ってて、どういうイベントだっていうことを見に来てもらうと面白いかなと思って、うん、 ね、それでまあ楽器に興味あるけど、その若い時楽器に興味あったけどやってないなとかっていう人たちもやっぱり集めないと、その業界自体がやっぱりガラパゴスがっていうんですかね、なんかそういうちょっと、いやそれは分かりみが深いよね。俺すごいいいなと思ったのはですね、結構その個人作家レベルの人とかでも見せ出してるじゃないですか。そうですよね。でやっぱこういうの出すってなると、はい、結構やっぱりお金かかるんじゃないかとかあるんですよ、はいはい、なんかいろいろそんな高くないんで、うん、そうですよ、そうなんですよ、それなんかすごくいいなと思って、儲かんないんですよいやそれも活性化のね気持ちで、社長の出店料も安くて、うん、そうですね、はい、それでこの入場料がちょっと取られるんですけど、え、でもこれ安くないですか、はい、こんだけ見れて、はいはい、そうですよ ね、 ね、だから本当にぜひ地方の方、はい、頑張って来ていただきたいなって思ってるんですよ、ね、いや確かにそうですね、それで地方でそのまあそちらの都市で、はい、なんかイベントをやっていただいて、うん、日本全国でもっとバンドを音楽をっていうか、そういうのが面白いかなと思ってるんですけど、それすごいシチュエーションがいい場所なんですよね、大阪橋ホール、その他のところにないような、はい、
本当に。うちらなんか T シャツみたいので、ね、なんか北谷学校して飯食いっかと思って参拝しゃれたら、おしゃれな風が写真撮ったもんね。やっぱザーマスな感じが絶対あれミュージックスタイル関係ない人たちだよって思ったら声かけられたんですよね。あ、そっか、そうだ、ね、そう。いやだからシチュエーションすごくいいんで、なんか気持ちいいもんね。そうなんですよ、なんかご家族で来てもね、はいはいはい、あのデッキのとこで遊んでろみたいな、はいはい、そうなんですよ。その上が、あのちょっと緑地帯というか芝生のあれがあるんですよね、はいはいはい、それでも本当だったらその梅雨時期じゃなかったらあそこも上も借りてフリーマーケットとかやると面白いし、うん、確かにだから3月はひょっとしたら上でフリーマーケットを募集して、うん、なんかあのね、個人でそういうフリーのなんかマーケットをやりますよっていう。あれ飲食はこんなできるんですか？できるんですよ。そうですよね。なんかハンバーガーとか、うん、なんかちょっとなんかガパオライスみたいな、なんかビールとかも飲めましたよ。ビールも、ビール飲めるカクテルも。大阪でやられたから、ね、カクテル大阪飲めなかったけど、こっちだとビール飲んで思想できるから、ね、はい、そうなんですよ、そうなんですよ。去年サウンドメッセ行ったんですよ。あ、はいはい、でサウンドメッセ行って、はい、あの会場ブラブラしたんですよね、はい、あのマーシャルのビール売ってて、はい、いや冷えてますよ、あ冷えてますよって言われたら、はい、あキンキン冷えてますよって言われたら、おいいじゃんと思ってプシュッてあげたら、あそこ飲みませんとか飲めないんかみたいな。飲みますよ、お酒飲みます、はい、外をうまく使ったらもうちょっといいんちゃうなと思ったから、うん、そのフリーマーケットですよ、すごい、うん、確かに、はい、わなんか夢がいろいろ広がりましたね、はい、わえ、3月も同じ場所で撮ってるんですか？はい、そうです、そうです。この出店者が増えてくるとパシフィコ横浜に買わないとダメだとかそういうのがあるんですけど、うん、そうするとちょっとどれにでしょうね、楽器ショーだったりとか、はいはいはい、これオーサマショールってシチュエーションっていうかすごいいいじゃないですか。いいですね。バーンって向こうの海が見えてっていうか、全面あのガラスで、はい、だからそこはやめないでほしいとか言われたりとかしてるんですけどね、うんうん、やっぱりシチュエーションがいいからで。この間ってなんか横に豪華客船飛ばしたよね。確かに。はい、そうなんですよ。だからなんか本当あそこ地帯全部がもう観光地になってるから。はいはい、まあ、だからなんかね、地方から、はい、その辺もなんかね、だから分かんないけど、レストランとかでちょっとライブやってるとか、そういうなんかうまく絡ませれたら、街、はいはい、ぐるみになればいいってことか、はいはいはい、あれが隅田ストリートジャズがそんな感じになってるよね。あ、まあ、そういう感じだもんね。もう本当にそういうことでも活性化させたいっていうふうに思ってるんですけどね。協力したいですね。ぜひありがとうございます、よろしくお願いします。はい、まあ、横浜オーサンバショール、はい、素晴らしいシチュエーションです。ぜひあの観光でも来ていただいて、地方から全然楽しいよね、はいはい。29日が11時オープンの19時、はい、で30日が11時オープンの18時ってことですね、はいはい、だけど入社のその29日の出るやつってもっと長いことをね、うん、あ、なるほど、入社のあれはライブは、はい、ライブはじゃあ、はい、そこがふんわりしてる感じだ、はいはい、大体土曜日は大体、9時ぐらいに終わるかなってっていう、おすごいう風だから、はい、はい、ということで、はい、今月末6月29日、6月30日横浜、はい、ミュージックスタイルボリューム4、はい、はい、開催しますんで、ぜひよろしくお願いします。遊びに来てください。楽しみだ、はい、ということで今日は、橋本社長に、カミナリギターズの橋本社長に、はい、いろいろありがとうございます、させていただきました。皆さんお待ちしております。ファンコイさんでした。ありがとうございました。よろしくお願いします。